はい、どうも、こんにちは。沖縄パパでございます。はい。えー、まあ、次のニュースはですね、ドンのブログさんからです。はい、えー、これね、とんでもないことが書いてあります。こういうからくりがあったのかということです。はい。えー、つまりですね、えー、まあ、なんというかね、あの、例のね、謎の、はい、謎の液体、はい、あれの注入をやっているね、はい、謎の液体の注入でございます。 あれをやっている、イッシーとか、はい。あと、なすびちゃんですね。ナースちゃん。はい。ええー、あの、いわゆるね、ええー、あれでもらった、はい。ええー、食べ大会ですね。フレームレアケーキ食べ大会祭りですね。あちらの方で得た収入、はい。全部非課税だそうです。はい。全部非課税です。わかりますでしょうかはい。 全部非課税です。はい。ええー、まあ、これに関してはね、すごいもんがありますよね。つまりですね、全部非課税。つまり、例のね、えー、謎の液体ですね。謎の液体も、それをね、食べさせる人の、いわゆる給料もね、全部我々の税金だということなんですよ。はい。わ <laughs> かりますでしょうかしかもですね、非課税なんですよ。あの方たちの、 時給ってすごいんですよはい。えー、これ言わなくてもわかる人にはわかりますよね。なんか、あー、すごい金額もらえるみたいですよね。それ全部非課税になるんですって。いいんでしょうかねこれ。おかしくないですかはい。そういったおかしなことが、この、ぬ本でね、行われているということなんですよ。つまりは。 全部非課税ですよ。数千万売上げあると思いますよ、数千万の売上げ。それがね、全部非課税ですよ。はい、皆さん。もうちょっとね、怒らないといけません。でね、えー、この非課税で儲けた分でね、 えー、なんて言うのかなこうの衣装になっちゃったりとかねー。えー、服のね、なんちゃらが出ちゃったりとかでね。えー、たくさんの方がね。えー、まあ、あーちょっとね、えー、まあ、調子が悪くなっちゃってるんですよね、えー。まあ、調子悪くなるだけだったらいいんですけど、まあ、お旅立ちになっちゃってる人もね、結構な数いますからね、これ。はい。 わかりますでしょうかそれ全部非課税です。はい。すごいですよね、この国。<laughs> もう、あの、まともなね、まともな人を入れないと、こういうことになりますよという、いい見本でございます。はい、いい見本です。はい。えー、こちらの記事もね、えー、どっかにぺったんこってしておきますので、見に行ってください。もうとんでもないです。はい、全部非課税です。はい。 すごいですよね。あの、収入のうちに入らないんですって。もうこれ、いくらでもね、ちょろまかしできますよ。はい。そういうことです。えー、おかしいです。もうちょっとね、声を上げないといけないと思います。はい。えー、こちら、はい。えー、ぜひ、っていうか、日本人だったら絶対見に行ってください。おかしいです。全部非課税です。 はい、はあ。まあ、呆れますね。そういうことです。はい。えー、ちなみにこちらはね、サツマイモです。はい。えー、育ってますね。あとネギちゃんもね、これも全部ね、あの、リポベジで、 えー、まあ、食べたね、いいのね、根っこをね、ちょっと入れておいたらね、こういう風になりました、っていう、このリポベジですね。あと、小松菜ちゃんもそうですね。こちら、パクチーのリポベジです。はい。パクチーも、えー、順調に育っております。ということでね、皆さんね、えー、ベランダでもね、再現できますのでね、えー、これから、はい、これからに向けてね、えー、いろいろやりましょうね、ということで、沖縄おばばでーした。